はいどうも、ビップです。やってきました、ビップです。よろしくお願いします、ビップです。はい、ということで本日なんですけども、やりたい企画が2つあります。はい、まず称号チャレンジと、こちらです。5連シンクロスカウト。まあ、これね、生放送で、まあお前弾けと、なんで弾かんねんお前と、すごく言われてきたんですが、まあ僕はね、生放送でももちろん弾かないと、口を酸っぱく言ってきました。すごく酸っぱく言ってきたんですけど、まあ弾こうかなと。はい、引こうかなと思いまして、まあね、自チーム強化できますし、まあ別に引かない意味ないんじゃないかと。まあもうアニバーサリー来るんで、まあ本当にこのガチャ引くのはお金持ちか YouTuber ぐらいしかいないと僕は散々言ってきたんですが、まあもう引こうかなと。はい、まあエナジーもね、あと300足せばいい話ですし、うん、まあ引こうかなと思います。はい、なので、まあ称号チャレンジの後にこれをやっていきたいんですが、まあ称号チャレンジをさっきやるんですけども、まあもうね、称号チャレンジ興味ないという方はこのガチャまで飛ばしてくれたらいいんですが、まあ飛ばす方は僕嫌いです。はい、怒ります。嫌いです。はい、一言で言うと嫌いです。はい、けどまあね、もういいじゃないですか。もう称号チャレンジ見ていきましょうよ。もうガチャしか興味ないという方も、まあついでに称号チャレンジ見てくださいよ。ガチャの時音消すでしょ。ガチャの時僕の声消すでしょ。じゃあ称号チャレンジ時ぐらい僕の声聞いてよ。そうなんですよ、ガチャの時僕の声消す人いるんですよ。ひどくない？ガチャの時お前うるさいから声消してるわとかさ、コメントいただいたんですけど、聞いてよ。うるさいかもしれんけど、まあ電車とかはしゃあないよ。電車の時痛くてこうね、イヤホン外したりとか、もううるさくてちょっと笑ってしまうとかあるかもしれんけど、せめ、はい、ということで称号チャレンジですね。今回やる称号チャレンジ3名です。カブレラ選手、ツツニッキミラージュ選手、吉川直樹選手ですね。はい、でカブレラ選手はまあこれデフォルト82の88なんですよね。なのでパワー S に乗したいという願望だけですね。ミートは A キープできたらいいかなっていう感じなんで、まあ星4の称号とかついてくれたらちょうどいいですよね。なんかアンダ製造機とかもカブレラ選手に似合わなすぎでしょ。この称号、カブレラ選手はアンダ製造してる時期もありましたよ、さすがに。ただやっぱパワー自慢してほしいなっていうことで、パワー S に乗ってほしいという感じですね。で、筒香選手。筒香選手は、まあ、もうシリーズ2が出ないというこ、あ、ちゃ、シリーズ2出てるわ。うん、もう出てるんですよ。で、まあ、なんかメジャー挑戦するっていう可能性があるみたいですね。なので、まあ、シルエットになる可能性はあるんですけども、まあね、ワールドスターで出た時とか、筒香選手ワールドスターで出るっていう響き、ちょっとなんか、違和感ない？いや、別に筒香選手がメジャー行くなとか言ってるわけじゃないんですけど、なんかちょっと鳥肌立ちますよね。筒香選手ワールドスターで出るって、まあ、メジャーのね、ユニフォーム着てる姿もすごいみたいですよね。これはね、個人的にすごいみたい。ですけど、まあ、称号チャレンジしていきたいと。まあ、ワールドスターに継承するんでね、どうせ。で、まあ、ワールドスター出るって言っても来年の10月なんで、まあ、いいかなと。で、筒香選手、デフォルトが79の84ということで、まあ、ミート、パワーとも80乗ってほしいですね。ミート自慢する称号はさすがにちょっと似合わないな、ということで、まあ、星4の称号をついてくれたらいいかなっていう感じですね。はい。で、最後、吉川直樹選手ですね。吉川直樹選手は、まあ、もうシリーズ2が出るか微妙なんですよね。もうほとんどシーズン出てなかったんで、で、まあ、純正の大会も始まるし、まあ、もう始まってるんかな、この撮影してる時には。総力上がってくれたらいいかなと。総力80切ることだけはやってほしくないな。ないんかな、称号下がる称号って、わかんないけど。まあ、そんな感じですね。はい。では、早速やっていきましょう。はい。カブレラ選手いきたいと思います。まあ、パワー S 乗ってほしい。もうそれだけ。いきます。あ、ちょっと待って、極意書どうしよう。3つつけるわ。うん。ここケチらんとく。はい。いきまーす。さあ、お願いします。シュピーンね。シュピーン。よしよしよし、うわ、えぐないわー。いや、どうしよう。ちょっと待って。いやー、いいわ。あんた製造職はここは。勝利の使者めっちゃ人気あるけどさ、僕は欲しくないんすよね、別に。リーグオーダーとか強化求めてないんで、別に勝利を使者しなくていいんすよね。勝利がつかなくてもいいんすけど、うわー、もう最悪、ほんまね。パワー S 乗ってくれよ、もう。はい、筒香選手いきまーす。筒香選手はミート自慢してほしくない。もうこれも3つ、2つつけとこうかな。ケチるわ。うん。さっきも3つってケチってたけどね。さあ、出品でお願いします。は？なんでさっきからスピリッツ上げようとするの？めちゃくちゃスピリッツ上げようとするやん。うわー。これはどうしよう。いや、ミート80乗しとこう。うん。コンボ的に80乗っとった方がいいからね。はい、続いて吉川直樹選手いきまーす。まあ、吉川直樹選手は何でもいいんで、もう、極意書つけない。もったいないから。はい、何がつくかな、何がつくかな、チャララランランチャラララン。はい、ミート自慢してましたと。まあ、別に同値ないんで、このままでいきます。ちょっと1個つけるわ。なんか1個つけたい。うん。気持ち的に1個つけます。さあ、何が出ますかね。お願いします。ちょ、ひどくない？なんか。なんか、称号チャレンジケチーな。うわー。パワー下がってほしくないんで、ミート自慢しておきます。はい、ということで今回の称号チャレンジが終わりましたと。うん、全然嬉しくない結果になりましたね。ホームラン。まあ、こんなもんですよね、称号チャレンジって本当に。
仕方ないということでガチャ行きたいと思いますんで、ちょっとエナジーがね今ね足りないんですよね。600エナジーいるでしょ、ワンガチャ100でしょ。ちょっと課金してきます。はい、ということで課金してきました。1万入れないよ僕は、刻むよ。4900円入れました。はい、360エナジーかな、なので717、これで引けますね。さあ行きましょう。自チームは巨人でいきますね。巨人の選手やっぱシリーズ2の巨人の選手持ってないので、まあ、必ずしもシリーズ2が当たるというガチャじゃないんですけども、ケチよねそこ。うん、シリーズ2確定してほしかったな。もうこの時期シリーズ1とか出たらすごい寒いんだよね今の時期。もうミキサー要因としかならないから。でまず1回目は A ランク以上確定か。自チーム確定じゃないんで、まあここでは S 出ないでしょうね。さあ5連スカウト、早速10連目やっていきたいと思います。10連目という言い方しないか、5連目っていうのかな、この言い方難しいな。他の方どういう言い方してんの、ごめん分かんないんですけど、まあいいわ、いきます。さあお願いします。まあガチャ運ないんすよね最近マジで、ほんまにガチャ運ないんすよ。だからこれ S 出るとは限らないんですけど、600エナジー使って。さあ割れて、うん、まあいいや、ここで割れなくてもいいわ。自チームの時割れてくれたらいいし。おお2枚や、あーウィーラー選手生放送で引いたんやけどナイス。うわー、おお私立、明石選手私立出てたんや。はい、ということで10連目っていうかな、これ10連目でいいっすか。うん、10連目いきます。なんで嬉しがってんねん、うん、なんか新しい発見して嬉しがってる子供のような反応してしまいました、ごめんなさい。子供です、はい、いつまでたっても。じゃあいきます、 G チーム確定です。ここ楽しいな、このガチャ初めて引くガチャやから楽しいんかな。さあここで割れてほしいな、けど2倍じゃないんよねここ。お願いします。あー割れてあーもうガチャ運ないわ。しかも全員自チームなんや、しかもいらん。もう丸選手めっちゃ持ってんねんて、めちゃくちゃ持ってんねん丸選手も。さあ3回目、ここ2倍、ここ確率が倍になってます、やばい、いきます。ただ自チーム確定じゃないのに、ただ倍といっても 5% やけどね、 5% っすよ 5%。 せめてガチャ確率 10% にしよう、 S ランク。ソーシャルネットワークゲーム全般的に、ソーシャルネットワークゲームっていうんかな、わかんないけど、いきます。あ、初めて、久々に紙吹雪散ってる。ああ、お願い、お願い、お願い、ちょっと本物お願い、喉飛んだ、喉痛。うわぁ。はぁ。殿崎。なんかもう、このガチャの面白みなくなったのはもう半分過ぎたし、でもなんか2倍もあと1回しかないし、しかも次も自チーム確定なだけやし、まあこっから登場チームは全て自チーム確定らしいですね。はい、ほんまかいな、嘘ついたらどつきますけども、いきまーす。え、電波悪、え、ちょっと今一瞬電波悪かった。これは出ますね、これは出る、電波バグは出るんですよ、見といて、出るから。電波バグあったよ今、僕 4G で繋いでるのに電波バグが起きました。何かあります、割れそう、買おうよ。はい、じゃあ5回目です。あ、ちゃうわ、今のが全部自チームってことか、なるほどね。あ、そっか、4回目そうやもんね。さあ5連目、何回目これ、25連目か、25連目いきます。さあいきます、お願いします。なんか S1 枚も出なくて終わりそう、600エナジーめっちゃ捨てそう、ドブにお願い、お願い、頼む、もう最悪。あ、青山さん S ランクミキサーにしました、どんまい。わー、ちーちゃん、あ、嬉しい。4枚目、ちーちゃんとかって年上なんですけど、金子選手でごめんなさいね、すいません、オリックスファンの方と日本ハムファイターズファンの方に謝ります、すいません、ただ僕はこんなやつです。はい、ということで最後ですね、自チーム確定の S ランク2倍、もうここは S 引きたい、マジでお願い、ほんまに頼む、もうこれでんかったらマジでブチ切れるわ。いきます。さあアニバーサリーが控えてる中、この闇ガチャを引くっていう勇気に感動した。うわ、あ、まあ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 、超だった超だった超だった、いやーお願い、ちょ、ほんまお願い、ほんまお願い、ちょっとほんまお願い、シリーズ2の丸選手、丸選手2体目、お、え、全部 A 確定、あ、ちゃうか。さあラスト、シリーズ2のオンパレード、
シリーズ2祭りでした。はい、いやーこれね、僕ねこのガチャのこの動画の目的言っていいですか。このガチャの目的、皆さん闇ガチャって言ってるけど、なんでこれ引かんのっていうサムネにしたかったんですよね。 S 引きまくって、どうしよう、今からサムネ考えなあかんわ、えぐ。まあこれちょっといつ出てるか分かんないです。撮影日当日に出てるのか、まあアニバーサリーの日に出てるのか分かんない。アニバーサリーの日にもしかしたら日本投稿するかもしれない。てかあれ、さっしアニバーサリー来るのってか分かんないけど。はい、ということでね、本日の動画はもうこれで終わります。はい、もういろいろイベント来てます。はい、プロスピ交流戦説明したいけども、説明する気失せました。はい、まあスピリッツ高ければ高いほど上位のランクに行くと。で、報酬なんですけども、上位の方が報酬いいですよと。極みの一番下の報酬と、S の極み、S の1の報酬が一緒なんですよね。はい。なので皆さん、ぜひ極みになりましょう。まあでも極みになりたくてもなれない方がいっぱいいると思うんですけども、まあこれは極みの方がいいですよと、断然。うん。はい。で、全国大会も来てますよと。全国大会の報酬はすごくいいですよ。S ランク累計で 30% もらえます。まあこれをやらない意味はないです。負けてもポイント入りますんでね。ぜひ皆さん積極的にやっていきましょう。負けてイライラする方はちょっと控えた方がいいかもしれん。携帯潰れます。はい。ランキング報酬はめちゃくちゃ豪華やけどね、ちなみに。はい、ということで僕はチーム魂、はい、出てます。なので、生放送もします。本日生放送します。はい。なので皆さんよかったら来てください。ということで、本日って言ってもこの動画がいつ出てるかわかんないけどね。はい、ということで、今回の動画は終わりたいと思います。VIPでした。